はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちら、東京モーター社のね、ベンツブースということで、今から見ていきましょう。こちら S クラスですね。いや、ひときわ大きいオベンツ様、大きい車だなっていうか、これホイールすごない、これホイールすごない、これどうなってんの、削り出しで、こんなヘッドライトね。まあせっかくなんで、ちょっと中乗ってみましょう。うわはは、うわ、ベンツ感満載やね。お邪魔しますと、わは、でかい。ここね、もうこれ、あれつかないですけど、こんだけやっぱもうフル液晶なんですよね。で、これシフトノブじゃなくてね、シフトノブここにありますんで。いやー、まあやっぱね、 S クラスともなるとこういう感じなんですね。なんか一つ一つのね、こういったスピーカーのね、ほらデザイン、これもね、アルミかな、鉄のね、なんか削り出しみたいなパンチングのデザインで、このセンターにね、時計があります。ちょっと後ろすごない。これやっぱ助手席、これやっぱね、運転席より後ろに乗る車ですね。ちょっと乗ってみましょう。ちょっと後ろ乗りますね。うわ、広い。社長って感じ。これ携帯電話のね、これ地位充電。今電源が来てないんですけど、後ろについてんねんな。この枕、クッションがね、ついてますね。足が組めます。私の長い足も組めます。で、続きまして、C クラスということで、まあベンツね、一番これが走ってるの多いんじゃないですかね。まあ、この車で460万ぐらいということで、まあなんか頑張ればね、買えそうな値段ですよね。まあ国産車でも最近400万超える車結構多くなりましたからね。AMG ラインですね。GT63 ということで、バリバリ走りそうな雰囲気が、バリバリ走りそうですよね。あ、ベンツらしくないこの羽、このベンツらしくないね。こんなんついてんのすごい。た V8 なんですね。うわ、すごい。あ、これ、あ、そうか、左ハンドル、失礼しました。こちらでしたね。はいはい。うわお邪魔します。わぁ、すごいわ、このカーボン調の。これ、至るところにね、このカーボンのデザインがあしらわれてますね。いや、すごいスポーティーな感じ。この辺もなんかすごいわ、ね。これもね、フル液晶ということで、これ何インチあるんでしょうね。ハンドルがね、ちょっとね、癖のある握り心地ですね。後ろはね、なんか2人ゆったり乗れそうです。これ黄色と黒でなかなかかっこええわ。こういうところ、この辺ね、こんな跳ね上がった、フロントのタイヤを押さえつけるような空力のターボ車なんですね。フォーマチックということで 4WD ということですよね。うわ、すごいわ、これかっこええわ。これものすごい走るんちゃうかな。まあね、リアウィングは結構黒なんですけど、大きいんですけど、いや、そんなに派手すぎない、もう派手か。ちょっとね、内装の方見てみましょう。おー、ほほ、すごい。中も黄色のラインがね、綺麗ですね。いや、これめっちゃ走りそう。うわ、シートが深い。EQS。ビジョン EQS すごいな。丸いな。これぞコンセプトカーっていう感じ。今年はね、なんかこういった派手なね、コンセプトカーが少ないような気がしますね。タイヤこれ何インチ？ヘッドライトのところがね、なんかアニメーションっぽくなってますね。どうなってんのあれ。中はこんな感じ。すごいな。
はい、というわけで、メルセデスベンツブースでした。やっぱね、あの先進的なあのコンセプトとかはすごかったですね。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで、ベンツコーナーを見てみたようでした。じゃあね、ボーイシュ。